やしゅんは、日本の法学者。専門は、民法、消費者法。特に、契約法、不法行為法、消費者契約法を研究。福島県生まれ。1969年、横浜国立大学経済学部卒業。1971年、一橋大学大学院法学研究科修士。家庭修了。1974年度を博士。 家庭単位取得大学。指導教官は、吉見清光。同年横浜国立大学経営学部専任講師、75年、助教授、89年教授、90年度、国際経済法学研究科教授、94年度、国際開発研究科教授、99年度、国際経済法学研究科長、2006年、定年退任、名誉教授、 明治大学大学院法務研究科専任教授。2016年退任。このほか1999年4月から2003年3月まで、横浜国立大学評議員。2002年4月から2005年3月まで、法務省司法試験交差員。2009年4月から2014年3月まで、消費者法学会理事、消費者教育支援センター理事。 2009年4月より、公益法人自動車製造物責任相談センター、副理事長、2012年4月から2016年3月まで、放送大学客員教授。2017年以願のため、品川区内の病院で死去。ノブ四4位、随法中受症追贈。指導教官は、吉見清光。妻は弁護士のつぶらや英子。 子息に弁護士のつぶらやじゅんがいる。ありがとうございます。